皆さんどうもこんにちは、キャベツです。近年はスマホゲームなどで手軽にゲームがやれる時代になりました。かつてガラケーの頃はチャリソーやフリーのゲームなんかにハマっていた私キャベツ、初めてやったオンラインゲームはアラド戦記でした。オンラインゲームはほとんど毎週メンテナンスをして頻繁にアップデートを繰り返すことでゲームをパワーアップさせ新規プレイヤーを呼び込みます。しかしアップデートが思いもよらぬ事件を起こし大惨事を引き起こすこともあるのです。今回ご紹介するのは運営がやらかしたオンラインゲーム。もしプレイしていたゲームがあれば思い出しながら見てみてください。では行こう。 PSO2 HDD バースト。 PSO2 とは2012年から続く国内では屈指の人気を誇る人気オンラインゲーム。そんな PSO2 で起きた HDD バースト事件、こちらを簡単に説明すると、ゲームをアップデートするだけでプレイヤーの HDD がバースト、つまり中身が消えてしまうという前代未聞の事件。2013年9月4日 PSO2 のアップデート日、その日のアップデートは新スクラッチ、新マップが追加される中型のアップデートで、ニートたちは昼間からメンテ終了を待ちわびていました。そして長らく続いたメンテが終了し、プレイヤーはアップデートを開始。しかしここで事件は起こります。 PSO2 がインストールされているドライブのルートからデータが順番に削除されていくという不具合というよりはもはや殺人レベルのバグが発生。大事なデータはもちろん、これまで貯めてきたお気に入りのエロ画像たちもゴミ箱に経由してではなく、ドライブから直接削除され、ひどい惨事に。外付け HDD やメインドライブではないドライブにインストールしていた人たちは被害は少なかったようですが、普通にプレイするならインストール場所はデフォルトで C ドライブにインストールされているはず。結果9月4日11時15分から15時30分までにアップデートを完了したプレイヤー総数2万514人ものの悲しき戦士たちが HDD バーストをされてしまいました。こんなことがあり、さすがに運営は早急に対応せざるを得ず、被害者にはゲーム内の1万 AC が5000円分相当の金券が送付されることになりましたが、金券は後日受け取った人からクオカードであったことが判明。またこの金券やゲーム内通貨を得るには、わざわざデータ削除問題に対応している専用投稿フォームと電話窓口に投稿しなければならず、パソコンのデータが消えているのにパソコンから投稿しろという非道な対応。仮に2万514人もの被害者が5000円の金券を求めたとすると、約1億円ほどのクオカードを用意しなければならないため、このような回りくどい対応をしたのでしょう。保証してもらったプレイヤーにはその後ちゃんと金券とお詫びの手紙が届いたといいます。秘密アップデート事件。 PSO2 において2012年10月10日に行われたアップデート名後半の名称、全てのことの発端は2012年10月3日。本作のプロデューサー酒井氏が PSO2 の公式ブログに記事をアップ、タイトルは大型アップデート第1弾後編と次回アップデートの仕様変更について。この記事の内容とは、レアアイテムを金で買えてしまうことや様々な場所でインフレを起こしていることを嘆き、プレイヤーたちを非難する内容、そしてこの改善策を宣言。それが1、マルチルームは4時間経過すると敵が湧かなくなるようにする。2、今後実装される星10以上のレアとレベル11以上のディスクをトレード不可にする。装備品の NPC 買取価格を下げ、プレイヤーが獲得するメセタを少なくする。実際嘆いている内容はゲームの仕様の範疇であり、プレイヤー側としては何を言っているんだこいつはという状態。結果その記事のコメント欄は終われするはずが、コメント欄は承認制であったため、コメント欄に反映されるのは反対意見を除くコメントだけ。結果印象操作をする運営の対応にプレイヤーは憤りを隠せませんでした。そしてその後の2012年10月9日、ニコニコ生放送で PSO2 の生放送が開始。怒りに燃えるプレイヤーたちはプロデューサーが何らかの言及をすると待っていましたが、生放送内では仕様変更の話題がほとんどです。ただただ声優とゲームをプレイするという油に火を注ぐような生放送になってしまいました。そして運命のアップデート日、2012年10月10日、メンテナンス前からメンテナンス中に公開されていた一つの情報がプレイヤーたちを驚愕させることになります。それがキャラクターの41レベル以降の経験値テーブル、それがこれだ。 1,2,3。 ご覧のように40から41レベルにかけて必要経験値がとんでもないことになっており、45レベルから46レベルにかけてももはや楽しむことなかれ、ただ永遠に取得経験値がいいマップを周回し続けろと言っているかのようです。そんな驚愕の中メンテナンスが終了。半ば半信半疑にゲームをプレイするものの、やはり経験値テーブルが事実だということに気づき、うっせきしていた不満がみんな爆発。加えてインフレ対策としていた内容も反映されています。アップデート前には1200ほどで売れていた武器が4分の1の300ほどになり、
インフレの次はデフレが起こり、まるで中国社会のような格差社会がゲーム内にも発生。その不満はすぐに運営に報告され、2012年10月11日23時55分頃、公式サイトで臨時メンテナンスを開始するとの報告。その後、経験値テーブルやデフレ化も調節されました。ファイナルファンタジー14、公式でハブられ事件。こちら、公式がやらかしたというよりは、ただただ胸クソの悪い内輪のいじめを世間に垂れ流すというクソみたいな事件。事件は2014年11月7日のファイナルファンタジー14公式チャンネルのニコニコ生放送で発生。大前提として、この生放送のコンセプトはゲームを楽しく遊んで学ぶである。生放送の出演者は5人。生放送が開始され、和気あいあいと進んでいきますが、共演者たちがあるダンジョンに向かうことに。しかし、そのダンジョンはレベルの制限があり、その日の出演者の一人であるスパイク小川さんがレベル不足を宣言され、その上、みんながダンジョンに行っている間、一人でレベル上げをしてくださいと通告。なぜ生放送に呼んだのか意味不明すぎる状態ながらも、スパイク小川氏はしこしことレベルを上げ、その傍らレベルを満たしている出演者は楽しくゲーム。見るからにただのいじめである。挙句の果てにはスパイク小川さんだけ放送終了後の集合写真からハブられ、とにかく不憫で仕方ないスパイク小川さん。結果的に放送を見ていた視聴者からはバッシング。この放送の動画は公式で非公開になってしまいました。ドラゴンネスト1000万円自演疑惑事件。ドラゴンネストとは、2010年より日本ではハンゲームが運営するオンラインゲーム。1000万自演疑惑事件とは、2011年初頭に発表された賞金をかけたグランプリのこと。その内容とは、アップデートで追加されるシードラゴンというモンスターを一番初めに倒した人へ1000万円の贈呈をするというシンプルなグランプリ。しかし、シードラゴンはオンラインゲーム大国の韓国においても、その時点でクリアした者はおらず、超難易度なモンスターでした。そのため、ゲーム内で使用する武器を強化することは必須であり、最大強化の15まで強化しなければ、シードラゴンを倒すことは不可能であると言われていました。15強化の武器を作るため、とんでもないリアルマネーを皆さんつぎ込み、強化レベルを上げる日々。プレイヤーたちが日銭を強化につぎ込みながら、何度も何度も強化しは失敗を繰り返す中、突然チャットログに強化レベル12までたどり着いたプレイヤーが表示されました。そしてその後、13から14にも強化に成功。全プレイヤーは大盛り上がり。しかし、そんな中、ふと強化に成功したプレイヤーのチャットを遮断してみると、画面にこちらが表示。運営者は遮断することができません。つまり、14まで瞬く間に強化成功させたプレイヤーは運営者であり、強化成功させることで他プレイヤーを奮い立たせ、さらに課金をさせようと策略していたことが判明。この事実が拡散されると、運営キャラクターはすぐに削除。この件でもちろん炎上しましたが、運営はこの件に関しては一切触れず、その後発生した東日本大震災の翌日にイベント中止を発表。1000万円は日本赤十字社に給付するとのことでしたが、寄付したという報告は証明はされておらず、実際送ったのか怪しげなところである。カオスサガ26時間でサービス終了事件。カオスサガは2016年11月15日12時30分にサービスを開始したオンラインゲームであり、神々が入り乱れるカオスの MMORPG というなんだかダサいキャッチコピーを銘打ち、事前登録時には豪華待遇キャンペーンを実施して、開始以前で1万人もの登録者を誇っていた期待のオンラインゲームでした。しかし、サービス開始直後、ユーザー間で本作の中に登場する NPC たちがファイナルファンタジー11のキャラクターモデルと似すぎているという指摘があり、実際その比較画像を見てみても逆に違う部分を見つけることの方が難しいというレベルに酷似しています。かなり騒動となり、翌日11月16日10時35分に緊急メンテナンスを実施しましたが、同日の15時にサービス終了を発表。理由は第三者の権利侵害の可能性があるため、やはりキャラクターモデルをもろパクリしていたということでした。そしてそのパクリの数など24件。なぜバレないと思ったのか。結果的にサービス開始から26時間という異例の速度でサービスが終了。この作品の速さを超えるオンラインゲーム、今後そうはいないでしょう。ということで、いかがだったでしょうか。カオスサガ、とんでもない速さです。クオリティは高いし、事前登録者も多いところからして結構期待されているゲームのはずなのに、なんでこんなことをしてしまったんだ。損害額を考えると真面目に自分で作った方がいいですね。本当にパクリはダメ。じゃあ、この動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、サブチャンネルも登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。What the fuck?
広告収入が入る。